西安路交差点、黄河路交差点、開放広場交差点を経て、馬蘭川までに至る南北に伸びる道路のことで、距離にして 2.1km の範囲である。将来的には、馬蘭川を越えて、大連のメインストリートである中山寺に近接する和平広場エリアまで延伸させて、星海広場などのエリアとのアクセスの利便性を高める予定。 1899年に開かれた大連市の中でも、天津街や青泥窪橋と並んで、20世紀初頭からの100年、近い歴史を誇る繁華街である。戦後大きな変化を始めたのは20世紀の終わり頃からで、1997年に、マレーシア資本のデパートであるパークソンに詳しい、リヒサシ県市長が天津街と西安路の商業区を視察。 ありがとうございます。